ダニソルドのコドライバー、マルクマルティナビゲーターとは、ラリーなどの自動車競技において、ドライバーと共に車両に乗り込み、走行の手助けをする選手である。コドライバーとも呼ばれ、ナビ、コドラなどと略される。ナビゲーターは、助手席に登場し、ヘルメットに内蔵された優先行進機で、ドライバーとコミュニケーションを取りながら、ドライバーの運転を補助する。基本的に、 ドライバーは走ることだけに専念し、ナビがその他の役割をすべて行うと言っても過言ではない。また、物理的、精神的両面でドライバーを走ることだけに集中させられるようにするのも役目の一つである。通常はドライバー一人に対してナビゲーター一人だが、ラリーレードのトラック部門のみナビが二人乗る場合もある。競技のルール上は、 ナビゲーターとドライバーは全く平等な選手として扱われており、ライセンスや装備品などの規定もドライバーと同様である。ただし死体に不自由があるなど、ドライバーに適さないものもナビであれば、特例で出場できる場合がある。しかし一般的な認識は、ドライバーの国士的な存在であり、果たす役割に見合わず待遇は低い。世界ラリー選手権の車両のサイドウィンドウには、 ドライバーとナビゲーターの名前と国旗が貼られているが、2004年から2010年シーズン途中までは、ナビゲーターの名前と国旗の表記は禁止されていた。またメディアでも優勝報道の見出しで、ナビゲーターが併記されることは稀で、ファンのラリー談義でも、ドライバーばかりが語られることが多い。ワークス選手の給料も、ドライバーに2人分がまとめて渡され、そこからナビがもらうケースが多い。 FIA 電動でも2019年より WRC のシリーズチャンピオン経験者が電動入りするようになったもののナビゲーターは電動入りの対象とならなかった。過去にはマシントラブルが出た場合ドライバーが運転している間エンジンルームに乗ってスロットルバルブを操作したり窓から大きく身を乗り出して脱落しそうなパーツを抑えるなど危険な役割をさせられることもあった。 最初からナビゲーターを志す者がドライバーよりも少ないことは自明であり、プライベーターはもちろん時にはワークスドライバーでも自分の条件に合うナビゲーター探しには苦労することがある。経験が豊富で特定のドライバーについていないナビゲーターはシーズンごとにあちこちから競技への誘いの声がかかる。ラリー自体が豊富な経験が要求される競技であり、 ナビゲーターはドライバーをコントロールする立場である。関係上、ドライバー以上に経験が必要と言われ、トップレベルでは年齢層が高い傾向があるが、個人レベルでは性質上女性や競技経験の浅い者が乗ることも多い。ペースノート読みでは、ドライバーとの暗雲の呼吸が必要であるため、息の合う者同士で長年コンビを組む例も多い。 1906年アッコフグランプリミッレミリア2012自動車競技において助手の同情が認められるのはラリーだけとは限らないオープンホイールカーの分野では欧州のグランプリレースでは1920年代までアメリカのインディ500では1930年代まで助手席にライディングメカニックを乗せて走るのが一般的だったレース中の故障修理やタイヤ交換を手伝うために 登場していたのだが、インディでは、後方から接近する車両の位置をドライバーに知らせる役割も担っていた。ホンダの創業者である、ホンダ総一郎も若き日にライディングメカニックとして、レースに参加したことがある。なお1911年の第1回インディ500では、レイハルーンがライディングメカニックを乗せる代わりにバックミラーを取り付け、一人乗りで走って優勝している。 同乗者ではないが、現在のナスカーやインディカーのようなアメリカのレースでは、スポッターと呼ばれる会場の上からマシンの周囲の状況について伝える役が存在しており、特にデートな500やインディ500などの高速オーバルでは重要な鍵を握る。スポッターは練習、予選、決勝の間常に集中力を欠くことができず、数時間以上にわたって、 サーキットを眺めていなければならないため、ドライバー並みに過酷であるとされる。場合によっては、他のスポッターたちと交渉して、協力して順位を上げるようなケースもある。また欧米問わず、ラリークロスでもスポッターが存在する。一度の通過義務がある、ジョーカーラップへの侵入を適切に指示できる、どうかが、勝敗の鍵を握るため、これも、やはり重要な役割である。 スポーツカーレースでもミルレミリアや彼らパナメリカーナ、メヒコのような長距離行動レースではナビゲーターが同乗して道案内を行っていた。行動レースは観客事故などにより廃止されてしまうが、当時を再現するヒストリックカーイベントでは現在もナビゲーターが活躍している。ファブリッツァ・ポンズ・ジャントッド・ダニエル・エレナ・ミギカ、アンティラ・ロジャー・ヤスガワ。ありがとうございます。